こちらの農園はどのようなことをされてるんですか？まあ、ご覧のように、朝いちじくをもいで、でまあ、いちじくのみならず梅とか柑橘とかいろいろあるんですけれど、そういう生産物を、出荷とともに、いろいろ皆さんに喜んでいただけるようにいろんなものに加工をしております。ではこちらの農園では収穫だけでなくて、あのジャムを作ったりとかそういったことで付加価値を高めてるということですよね。そうですね、はい。それではその様子を見せていただきましょう。あの色が青いじゃろ。これ一個一個がね、この瓶に入ってるこれは何なんですか？あ、これはイチジクを一次加工したものなのですよね。イチジクが 100% の状態ですから、そのもので他のものは入っている。こうやっておくと年中日持ちがしますからね。はい、浜田さん、こちらは何をされてるんですか？一次加工した実とであんこを混ぜて、イチジクの羊羹を炊いてると思います。はい、これは今温めてるんですか？温めてるというか羊羹を炊いてるわけです。はい、白あんと先ほど収穫したイチジクの実をピューレにしたものをこうやって炊いて、まあ、イチジクの実がたっぷりの羊羹にしてるわけです。イチジクの羊羹って珍しいですよね。そうですね、まあ、おそらくよそであまりしてないと思うんですけど、まあ、うちで実がたっぷりありますからそれでやってます。はい。こちらは何の作業されてるところですか？今はイチジクの羊羹を充填してるところです。充填っていうのは袋詰めのことですね。そうですね。皮を剥いてピューレを作って、であのあんと一緒に攪拌して炊いて、それを今袋詰めしているということですよね。そうですね。はい。なんか可愛らしい綺麗な色になりましたね。そうですね、糖分が増すとやはり色も濃いくなっていきます ね、うん、ね、赤くて綺麗な色ですね。甘さを抑えて、ちょっと若い人向きの味にしておりますのでね。はい、これは何をされてるんですかね？ちょっと湯煎にして殺菌してるところ。あ、そうなんですか。いろいろ細かい作業が大変ですね。そうですね、まあ、前はこれもね手で詰めてたりとか、
して、まあ、結構こういう風な原始的なやり方してるとこ少ないと思いますけどね。でももう本当に手作りで素晴らしいですね。もう